皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日もね、なぜこれにシリーズで、ご紹介をさせていただけます。タルタルがね、タイプ S GT、うちにおりますもう最後の1台ということになりましたに関して、お伝えをしてまいります。でこれですね、ご注文いただきました方はですね、メリダーだったかな、アルミのいわゆるロードレーサーですね、グラベルではない、レーサーですね、あれに乗って、運びになった方でした。で、いろいろお話を聞いていると、なんか車体はすごい立派なやつなんですけど、そんなギンギンに乗るわけでもないと。初めてロード買うからっていうので、なんかついつい頑張ってなんか買っちゃったみたいですけど、実際その自分の付き合い方というかね、そういうふうに考えてみたら、そのレーサーである必要がなんかあんまなかったんじゃないのみたいなところに、なんか、頭が回るようになったらしいですね。で、もうちょっとこう手軽にというか気軽に、その自転車を楽しみたいと。で、その輪行とかね、そういったところもね、やることによって、その自分の自転車の楽しみ方の幅を広げたいというようなことでした。で、じゃあロードでも輪行できるじゃんかという人いっぱいいらっしゃると思うんですけど、多分あれやるとわかるんですけどね、やっぱその輪行するためにできてる自転車ではないですから、それはいろいろめんどくさいんだろうなというふうに、私も思います。であれば、その輪行云々っていうのを前提にできていて、で、そのね、いわゆるロードとかあの辺に、匹敵するというか、遜色ないような、で、その、競り合うとかっていうようなことがなくていい場合、あくまでご本人さんの、枠の中で楽しめればね、それでいいんだよ、ということであればね、むしろこういう車両の方がいいんじゃないですかね、というようなことを、開業当初からずっと言ってるつもりでしたけども、やっとそういうのを理解してくれる人がじわじわ出てきたな、というような考えに、ふけるひとときとなりました。やっぱりなんかね、なんかアルテウグラだったかなんか、バシッと最初からついてるようなロードにグイングインと乗ってきた人が、これに乗ってもらうとね、あ、やっぱいいっすねっていう、しみじみお話いただいていたのがなんかすごく印象的でございました。なんかね、やっぱその不思議な魅力がありますねと。踏んでぐんぐん行くし、なんか乗り心地はすごい柔らかいし、すごい面白いですねというようなお話をしていただいたのが、面白いなというふうに思いました。あとはね、ご本人さんお話しして、ちょっと乗り方とか拝見する分には、それなりにというか、ちゃんと自転車に向き合って乗って見えたのが、ちゃんとわかる人でしたので、次はね、その今までね、鍛えたというか、いろいろ自転車に乗りまくって、築き上げた自分を、今度は旅行というかね、別にこれ日常使用でも全然いいんですけども、それ今までとはね、違った何かの方向に、いかに、自分を高めていただけるかという方向で、うちも何かしらね、情報の発信とか、いろいろお役に立てればな、というふうに思っております。そうだな。そういう意味ではね、実はこのマイクロシフトがね、これマイクロシフトなんですかみたいな話にはなったんですけど、実はそのマイクロシフトを採用していることにもちゃんとした理由があって、カクカクシカジカいう理由でマイクロシフトなんですよ、というお話をした、あ、なるほどね、と。おっしゃっていただける、懐の広い方でしたので、この車両をですね、なんていうんですかね、その人じゃなきゃできない使い方、その人の色にね、いかに染めてくれるかと、使いまくった結果としてね、染めてくれるというような期待をさせていただいておるところでございました。安全運転でお楽しみいただきたいと思います。ありがとうございました。